ボブ、エピは、ワルシャワ・ショパン空港の位置ワルシャワ・ショパン空港は、ポーランドの首都ワルシャワにある、ポーランド最大の空港である。かつては、オケンチェ空港が正式名称であった。ポーランドの空の玄関口であり、ロット、ポーランド航空の本拠地空港でもある。ワルシャワの南10キロに位置し、空港名は、ポーランド出身の作曲家であるフレデリック・ショパンの名を、冠している。 ポーランドの航空旅客のおよそ55%がこの空港を利用するとされ、ヨーロッパ各地、アフリカ、北、アメリカやアジアへの定期便がある。2012年6月1日に空港連絡鉄道が開業し、ワルシャワショパンク港駅が設置された。1924年に空港建設が決定し、1934年に開業した。 第二次世界大戦中はナチスドイツに占領されていたが1940年代にポーランド国内の主要都市の国内線を再開した。1961年空港拡張が決定した。それに伴い滑走路が3本完成した。1980年代空港需要の衰退を受けて再拡張を決定した。1989年 東西冷戦が終結し、新しい空港ターミナルの着工が始まった。新しい空港ターミナルは1992年に運用を開始し、1993年には年間2200万人の人々が空港を利用した。2001年、ポーランドの当時の大統領、アレクサンデル・クファシニエフスキによって空港は、クレデリック・ショパン空港と命名された。2007年に、 第2ターミナルが完成した。2015年7月、運営会社が政府から民間に移管された。2019年12月現在、ありがとうございます。